やっぱり来よったか。貴様、もう一人の連れはどうした？高屋なら先へ行ってもろた。あの人はわしなんかよりなんぼも上まで生きるお人や。それよりこないな場所まで来よるとは、本気でニュクスと張り合う気らしいな。あなたたち、どうしてニュクスのことを？死んだいくつきがいろんな場所に残しとった記録を集めさせてもろただけや。もっとも妄想が混じっとってなんやわからんところもあったけどな。いくつきを知ってたってこと？お前らの元締めやったみたいやな。調べとって驚いたで、ほんま。まあわしらかて名前知っとるっちゅう程度や。あいつはわしらを作った研究員の一人やさかいな。お前たちを作っただと？あなたたち本当は一体何者なの？そないなことは知ったかてもうしまいやろ。お前の相手をしている時間はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへん。けど高屋の邪魔する言うんやったら許しておかれへん。あんた自分の言ってる意味わかってる？ニュクスを止められなきゃ今日で全部の命が滅びんのよ。だからこそや、どの道わしらは長く生きられへん。ならその前に見たらなあかんやろ。こいつは高屋の望みや。死んでも譲られへん。そんな。さて、喋っとってもしゃあないやろ。本気で相手したる。来いや。どう転んだかでこれでしまいや。全部出し切ったるで。どうする？オルゼウス！決めてやる！頼むぞ！高屋ほどやないが、わしかて進歩しとる。お前らの弱点覗かしてもらうで。さあ見せてもらうで。絶対通さんからな。ここはオルフェンス。行くぞ。完全に仕上げだ。ペルソナ。今だ。相変わらず歯応えあるわ。せやけど今度ばかりは負けられんのや。ペルソナ！
うよ。決めてやる。手伝う。まだまだ本番はこっからやぞ。準備してきとんはお前らだけやない。今こいつで目にも見せたら。とっておきやよう味わえ。誰だ。はあ、オルフェンス。ノルギア、今ならいけそうです。ほとばしる。仕上げだ。やってくれるやないか。負けへんで。ここは死んでも倒産からな。ここは来いだ。これほどの効果、副作用が。あいつ、これでどうだ。刺さんでええんか。高谷のためやったらわしはどんなことかってするで。なぜあんなやつにそこまで肩入れする。お前らには分かれへんやろ。ほんまの暗闇の中で高谷はわしに光をくれたんや。何年前やろな、影時間への適性っちゅんがまだよう分かっとらんかった頃や。ペルソナを使える人間を生み出すために身寄りのないガキが霧城の手で集められた。このタルタロスの中を探らすためや。何？けど実験で無理に引き出すペルソナは自然覚醒とは違う。制御に問題が出る。決体な薬飲んどらんと最悪自分自身のペルソナにやられてまう。はじめ100人もおったガキが実験凍結までの半年でたったの3人や。そんな、
じゃあその3人が。お前たちも霧城に運命をもてあそばれた被害者なのか。高谷はわしをその闇から連れ出して教えてくれたんや。過去にとらわれず未来を望まず今この瞬間だけを生きる。霧城のことなんかは正直もうどうでもええけど、高谷の望みだけは叶ってもらわな。あんた長いしすぎたか。もう話を聞いている時間はない。上へ抜けるぞ。あ、でもこいつまだ。そうや、哀れみなんぞいらん。を倒し損ねたら全てが無意味になる。わかりました。くしょ。行くぞアイギス。ずら下げてゾロゾロ来よったよ。お前らなんぞに食われてみっともない姿さらせるか。信じとるで高谷。望み叶うてな。あんたにもろた自由最後まで貫いたる。おい、今のまさかあいつ。振り向くな。行くぞ。